どうもブラザー白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はベネットの話をしていきたいと思うんですけども、明日ですね、新しいガチャ、新ガチャになりまして 1.2 バージョンで、ベネットピックアップされてますね。でそのタイミングでこちらの今テキストやってるんですけども、ベネットの命の星座の第60、こちらの方のねテキストが変わったっていうので、ちょっとねご情報みたいなのが流れているような気がしました。このテキストの修正はあくまでテキストの修正になるってとこだけ先に説明しておきます。で、まあ、元テキスト、ベネットのこの落下ダメージとか全部、片手剣両手剣長いキャラは炎ダメージが上昇し、なおかつそのキャラクターたちは落下ダメージとか全部炎ダメージになると、要するに炎の攻撃になる。これがテキスト修正されて、炎バフを得る、獲得するみたいな風になってるんですね。なのでちょっとここを見た時に、通常攻撃とかが炎ダメージにならないんじゃないかなみたいな風な修正が来たみたいなことを言ってる方がいたんですけど、これはあくまでここに実際の効果に影響を及ぼさないテキストの標準化ということだけは気をつけてください。でこれ僕は何言いたいかっていうと、ベネットっていうやつはこの炎の、攻撃になってしまうと、その中で暴れるキャラが例えば雷属性で攻撃したい人であったりとかしたら、だいたい炎ダメージバフとか雷ダメージバフとか氷ダメージバフとか物理ダメージバフをつけたりしますよね。でエリア内が強制的に炎にされてしまうと炎バフが乗ってしまうので、まあ、例えば簡単な、ね、分かりやすいので言うと、はい、これの、まあ、例えば僕のよく使っているレザーとかがここで物理ダメージバフを、ね、88.3% 乗ってるんですけど、このダメージバフが全くなくなって炎ダメージ 15% が乗るような感じになってしまうんですね。なのでダメージが下がってしまう、ここを注意してほしいですね。で今回ピックアップ来て、まあ、星命の星座を、まあ、こう6凸にすることができるんですけども、ここを6凸にするか5凸にするかは自分の使ってるキャラクターのメイン火力の人によって考えた方がいいかもしれないですね。まあ炎ダメージが 15% 上がるってことで、炎ダメージもなるってことで、まあ、代表としては、まあ、シャンリンであったりリルックであったりするのがかなり、優秀、まあ、アンバーでもいいんですけど、炎系キャラとの組み合わせはかなり優秀になるっていうのと、あとは通常攻撃で炎をかけて、でスキル攻撃で例えば蒸発をかけるとか、まあ、過負荷をかけていくとかっていう風なやり方をやる方であれば、まあ、ハマってくるのかなとは思うんですけども、まあ、結構稀だというところで、一応気をつけて6凸までね、ピックアップだと6凸する可能性がかなり高くなるんで、そこを考慮しながら6凸をこうしていくのがいいんじゃないかなっていうところです。でベネットの説明なんですけども、一応この5凸まではとりあえず無条件でやって大丈夫です。6凸はキャラクター、組むキャラクターによってやってみてください。これで、はい、まあ何が言いたいかというと、やっぱそこのとこですね。このテキストの修正が今回 1.2 バージョンのバージョンアップというところで、まあ、発表されたので、2日前に発表されたんで、ここで、あ、もうベネットとか超運とか大丈夫なんじゃねみたいな感じになって、まあ、全く考えなしにやってしまうのをちょっと未然に防ぎたかったかなっていうようなところがなります。超運のやつもこの通常攻撃とかが氷元素ダメージになるって書いてあるんですけど、これが氷元素バフを獲得するって、その書き方が変わったって感じになるだけなんで、そこだけ本当気をつけてください。はい、まあ、ちょっとついでなんですけど今回この螺旋の変更がありますね。
まあ、レステンの変更というか、まあ、新しいシステムが追加によって、それが反映されたという感じですかね。第10層で、まあ、極寒ゲージ、ドラゴンインスパイアで手に追加される極寒、ここら辺がありますね。ただフィールド上にこうなんかあったかいところがね、あったかい洗礼がいるらしいんで、それをまあ、触ったりとかするとこの極寒ゲージが回復するみたいな、そういうギミックが追加されているような感じになりますね。あとはまあ12層のチーム全員の与える岩ダメージが上昇するとか、そういうものがね、新京螺旋で追加されるような感じになっていると思います。で、一応13層に関しては今のところはお話はないですね。で、今回キャラクター突破報酬が、まあ、追加で説明しますけど、20、レベル20、レベル50、レベル70と突破するたびに、突破なんですね、50を突破するんで、50になってから60になるまでの突破をするみたいな、そこまでをやると、まあ、出会いの縁ですね、このガチャを1回引けるっていう権利を得られますんで、まあ、そこら辺も今回考慮してやってみるといいかもしれないですね。引きたいキャラみんないろいろあると思いますね。アルベド今回は単独になります。ピックアップは既存のキャラクターのみになりますので、まあ、アルベドをどうしても引きたい方はアルベドを引いていくっていう感じ。ただその2週間後かな、2週間3週間後ぐらいかな、来年中旬、1月中旬ぐらいにカウンが実装されますので、まあ、それの時に新キャラ、新星4キャラもなるんで、まあ、ついでに新星4キャラも手に入れたいなっていう方いたらそれ。あとはさっき説明したキャラ突破報酬ね、これアルベドにも反映されますんで、アルベド手に入れて、まあ、さらに出会いの絵をね稼いでいきたいっていうことであれば聞いてもいいんじゃないかなっていうような感じになりますね。僕のおすすめとしてはやっぱアルベド引いておきたいなっていうのはあります。理由としてはまあちょっと余談になってくるんですけど、今回まあ、ニュース記事の方で新しいキャラクターが説明もありましたよね。キャラクター勝利についての修正、これ鬼修正がかかって 1.3 のテストサーバーから反映されると、最短でね。で、この最短で反映されるってことは、それはテストサーバーがね実装されるのに合わせてっていう感じになってくると思うんで、まあ1ヶ月半後とか 1.3 バージョンになった時に皆さんがね使えるんじゃないかなっていうと。で、一つね、これ確かにまだ確定してない情報なんですけども、1回この勝利のガチャが今日終わりましたね。終わる前にこういう情報を出してきたんですね。終わる数日前に、3日前ぐらいに。なのでこの修正を見て勝利を引こうって思う人とか必ずいたはずですね。あれ、勝利強くなる、岩元素ダメージキャラめっちゃ強くなるじゃんみたいな情報ですよね。こういう情報を流した以上、ここで発表した内容、いや、これちょっと強くしすぎだろってことで、こういうのがバサバサバサって切られて大して強くならねえじゃんみたいなことっていうのは、こういう情報ね、限定ガチャがあって購買欲をそそるタイミングで出してきた以上、そんなないと思います、おそらく僕の経験上というか。なのでこれあくまで確定してないから、これなるわけじゃないですからねみたいな話とかもあるかもしれないけど、そう考えるとですね、まあ無駄な話を言ったんで、そう考えると勝利って柱を2本出せますよね。1とすると柱2本出します。アルベドの花が岩創造物なのであれば、岩創造物1個で、岩創造物置ける個数って3つまでなんで、ドンピシャなんですよ。でね、面白いのがアルベドの岩創造物って置き換えできるんですよ。イメージで言ったらフィッシュルのオズみたいな感じで、1回出したやつを好きな場所に、なんかクールタイムがなくなった時に、継続時間すごく長くてクールタイムが短いっていう仕様なんで、置き換えができるっていう設定だと思われるんですよ。なので置き換えできます、置き換えで場所の置き換えができますみたいな感じでなるんで、まあ、勝利の柱2本立てた後にアルベドをこう置き換えることによって3本維持した状態にできるような設定
で、岩共鳴がダメージなんで、ダメージを与えるとそれにさらに追加ダメージが乗るみたいな仕様になるんで、アルベドがかなりね強いんじゃないかな、勝利アルベドのコンビ。もう出しておくだけコンビみたいな出しておくだけコンビみたいなのがね、ちょっとまあなんか成立するような感じになってくると思うんで、まあ、勝利アルベドっていうこの岩のコンビがかなり面白いんじゃないかなっていうので、ちょっと無駄話が多かったですけど、そんな感じになります。ただ本筋はベネットの話なんで、そっちの方をね皆さんちょっと意識して明日からのガチャに臨んでいっていただけると僕は非常に嬉しいです。はい、ではまた皆さん生放送、明日のガチャの生放送とかもガチャ引き生放送でやっていったりします。あとはまあチャンネル登録高評価して、まあ、今後の動画のご支援とかいただけると非常に嬉しいです。ぜひぜひコメントください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。